はい、今日は、デグーちゃんの新しい餌が出ているみたいなので、こちらの、紹介をしていこうかなと思います。新しい餌ですね、光デグデグっていうデグー用の、ペレットですね。でこちらのおすすめは噛み応え2倍、これねすごく硬いんですよ。硬いペレットで、まああの試供品をね1杯もらったので、ちょっと1個開けてみましょう。鍵つけてきた。同じの手に持ってきた。早い。鍵つけがめちゃくちゃ早い。いい匂いするのはね。これね硬いんですよこれ。落ちてた。すごくこれね折ろうとしても折れないぐらい硬くて噛み応えがいいんですよ。でこうでグーって。おおおお。硬いものを噛んで歯を削ってやる必要があるので、硬い方の方がいいんですよね。なのでこの噛み応えがまずおすすめなのと、歯が伸びすぎるのを防止にいいんですよ。あと、ユッカで、尿素が減ると、なのでおしっこの匂いが抑えられるのかな。指から奪い取っていったけどよこせと。でビタミン C がね 1000ml 入ってると。で、糖質は0と糖類は0で、光菌が腸に行き渡って、腸内環境が保たれると。で結果その光菌で、まあ糞や尿の匂いが抑えられるという商品。勝手に取っていこうとしてる。手まで取りに来てる。ちょっと待ってよ。お、すごいアクロバティックな。あ、そっちかい。そっちずるい。ずるいよ君たち。さっき一つあげたのどこやったのかな。隠してきた。隠してきたの。食べなさいよ。いいんじゃない。ちょっと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 。おおおお。どこ行ってきたの。食べないの。おいちゃんはだいたいすみこに隠しに行くね。おいちゃん置いてきてもすぐ取られちゃうんだよ。忘れちゃうもんね。次ちっちゃん出た時に食べられてるね。これあれですよね。こんだけ入ってて980円なんで比較的安いですよね。なんで結構いい感じですよね。硬いし、こう食べる。食べる。もうないな。あるよね。うん、加えてる。
ビーカーの横に隠した。ここに隠してきた。じゃあホリホリしとっちゃう。食べとるね、まだ食べる。皿の確認して。大丈夫、アイちゃん全部隠しとるかな。一個も食べた。ジュイちゃんも隠してきた。また隠しに行く。一個ぐらい食べた。テーブルの下ほっといてそこに隠したの。とっても好きみたいだけどね。僕たち二足歩行できるんじゃないの？できるよね。ぴょこ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 。頑張れ。頑張れ、ジュイちゃん。持ってったで食べるんかと思ったら、またどっか違うとこに隠しに行った。ここから。置いとくと取られるかもしれんって思った。ちょっとバレちゃうな、ここって。じゃあまあ終わるかな。はい。はい、じゃあ今日は恐竜さんの光デグデグを紹介しました。餌食いはとってもいいみたいですね。で、特徴はおしっこと、うんちの匂いが抑えられるっていうのと、とっても硬い素材でできているので歯の伸びを防止できるということでした。あとビタミン C も入ってるんで、ビタミン C を別にあげなくてもいいみたいですね。はい、ありがとうございました。